バルキルマーはアメリカ合衆国の俳優。カリフォルニア州ロサンゼルス生まれ。母からスウェーデンの父からドイツ、アイルランド、ネイティブアメリカンのチェロキー族の血を引く。幼少の頃に両親が離婚し、ニューメキシコ州に移り住んで祖父母に育てられた。最年少の17歳で名門ジュリアード音楽院に演劇家に入学し、後に 著名な俳優となるケビン・スペーシーらと共に演劇を学び、数々の舞台に出演。その後、1983年のワントゥーメニーでテレビドラマに初出演。1984年のトップシークレットで映画デビューを果たし、1986年のトップガンではトム・クルーズ演じるマーベリックの同僚パイロット・アイスマン役を演じ注目される存在となる。 1991年には1970年代初頭にかけて活躍したアメリカのロックバンドドアーズのボーカリストであるジム・モリソンの反省を描いたドアーズに出演し主役を演じた同作品では吹き替えなしで挑んだ歌とルックスがジム・モリソン本人とうり二つだと話題になった1995年にはバットマンフォーエバーで主役のバットマン役に抜擢された 1988年の映画、ウィローで共演した、イギリスの女優ジョアンヌ・ウォーリーと1988年3月に結婚し二時を設けるが、1996年2月に離婚。息子のジャック・キルマーは俳優として活躍中である。また離婚後、シンディクロ・フォードとの婚約を発表するが、その後破局している。ありがとうございます。